こんにちは、新鮮動画局鈴木邦明です。今日は油断大敵で第4回目ですね。子供を授かる前の女性に伝えたいこと、生理痛や月経前症候群は治してほしい、なぜならばという話をさせていただきます。ですから、まあお嬢さんがいらして、生理痛とかね、月経前症候群、生理前にイライラしたり落ち込んだり不安になったり、やる気なくなったりとか、体がだるくなるとか、まあそういうことがある人には、お嬢さんがいらしたらぜひこの話を伝えてほしいと思います。具体的にはそれがどういうことにつながるのかっていうと、将来の不妊症につながります。間違いなく妊娠しにくくなります。で、妊娠した場合には、運よく妊娠した場合には妊娠うつになる、まあもちろん、早産になりやすくなります。で、生まれた子は当然未熟児出産ですよね。で、出産後に産後うつになりやすくなります。で、生まれた赤ちゃんが夜泣きがひどくなったり、まあぐずるようになる、まあ2歳3歳ぐらいになった時に言うことを聞かないっていう状態ですよね。まあ癇癪を起こしたりとか、まあそういうお子さんの場合だと、今度出産後の母乳中からオメガ6過剰という状態が続くと、そういうことになりやすいですし、離乳食も、適切に選ばないとそれがさらにひどくなる、まあ発達に影響が出るということですね。で、妊娠中にうつになったりしても食生活を改善しない場合には、出産後に育児放棄とかネグレクト、まあ虐待といった問題が生じやすくなりますので、これ本当に全部つながってますので、お嬢さんがいるご家庭の方は真剣に考えていただければと思います。まあ逆に何て言うんですか、生理痛とか月経前症候群というものを治しておくと、今言ったような問題がもう全く気にならなく、心配する必要がなくなってくると ということも間違いなく言えますので、はい。まあこの次ちょっとワンテーマで、妊娠中の糖尿病、それがどういう影響が与えるのかっていうこともちょっと先にご紹介した上で、今後妊娠のメカニズムとかもご紹介していきたいと思ってます。はい。まあ、とにかく生理痛、不安、イライラ、妊娠、不妊、まあ、こういうものが全部つながっているってことをね、お分かりいただきたいと思います。で、月経前症候群 PMS っていうんですけれども、なんと、この会社ですね、こういう油を売ってらっしゃる会社が研究した論文を出していました。まあ、PMS 身体症状では、膨満感、体重増加感、乳房痛、下腹痛、頭痛、皮膚障害など、精神症状ではイライラ、攻撃的、憂鬱、不安、性欲の変化、食欲の変化、不眠、集中力低下などを挙げている。欧米は 44% ぐらいだけど、日本は 30% ぐらいだと言ってますけど、おそらくもうちょっと多いですね。で、欧米ではこの時期に女性の就業能率が低下したり、犯罪が増加する。女性の、なんていうんですかね、衝動的な万引きはやっぱり生理前が多いですよね。はい。まあ、とにかくこの論文はですね、この当たり前な、まあ、PMS の説明以外、全く中身のない論文でしたので、多分原因を作ってるからちゃんとした調査するつもりないんでしょうね。はい。で、こちらの論文では生活習慣と、月経前症候群を、まあ、多少比較してくれてるんですけれども、こちら側が月経前症候群の人ですね。で、そうじゃない人っていうことなんですが、まあまあ、この精神症状はさすがにね、月経前症候群で病院にかかってる方だからすごい効率ですよね。生活への支障があるって方がなんと 88% ですからね。でも病院かかってない方でも
生活の上の支障があるという人が 28% も いらっしゃいますから、まあですから、このイライラとか気分の落ち込み、情緒不安定、引きこもり傾向、この辺があると本当ご家族の方は大変な思いをされてるんじゃないかと。まあ一般のね、病院かかってない方でもこんだけいらっしゃいますからね。だから苛立ちっていうのも、その程度がねありますし、自分ではイライラ当たってるつもりがないけど、実は周りの人はすごく被害を受けてるってこともよくありますので、はい、そういう影響が出ているっていう人がこんだけいらっしゃるってことをね、気づいてほしいです。で、ここで手足のむくみと乳房症状ってのありますよね。この手足のむくみと乳房症状、まあ、だからこの乳房症状っていうのは一般女性が 52% を感じてらっしゃるわけですから、まあ、そう考えると約半数の方が自覚はしなくても、生理前、自覚っていうかね、自分で、なんて気持ちをコントロールできているつもりでも実はコントロールできてなくて被害を受けているご家族、同僚、学校の友達は比較的多いのではないかなと想像しています。はい。月経とは子宮内膜が周期的に乖離、脱落する際に生じる生理的出血であるということで、大事なのはこの子宮内膜がこの脱落するときですね、そのときのトリガーがやっぱりアラキドン酸オメガ6だということなんですよ。ですからこれで想像つくと思うんですけれども、そのアラキドン酸の子宮に存在する量が多ければ炎症が強く出るので、それで生理痛がひどくなるということなんですね。で、このアラキドン酸カスケードが活性化されるって書いてありますけど、そういうことなんですよ。ですから子宮細胞も、食べた赤血球から子宮細胞ができますから、揚げ物とか炒め物 といった調理、まあもちろんそれ以外でも植物油脂とかね、加工食品なんかに入ってますし、あとはマヨネーズとかドレッシングですよね、そういう類のものが使われているものを食べれば食べるほど、子宮のこのアラキドン酸カスケードという炎症反応が強く出ることになります。そのことによって子宮の収縮、血管連縮による子宮筋の虚血をもたらすことによって疼痛が引き起こされるということなんですね。こちらではその証拠としてっていうことで、治療法として非ステロイド性抗炎症薬っていうのが使われるんですけれども、アラキドン酸からプロスタグランジン F2Rα っていうのができるんですが、ここを遮断するんですよね。だからプロスタグランジンが作られないようにする薬を痛み止めとして私たちは飲む、私たちか女性の方は飲むんですけれども、まあ、その作用がまさしくアラキドン酸からプロスタグランジンが作られることを、ね、阻止する、そういう薬を飲んでいらっしゃいます。一応作用技術なんですけど、まあ、覚える必要も ないんですけど、体内でプロスタグランジンはアラキドン酸からシクロオキシゲナーゼという酵素の働きなどによって生成されます。非ステロイド系抗炎症薬はコックスを阻害することで、プロスタグランジンの生成を抑え、痛み、炎症、発熱などを抑える作用があります。ですからもうこの薬の作用基準を読めばサラダ油を使っている限り生理痛は治らないっていうことが分かっているけど、そのことは言わないで、まあ、もしかしたらほとんどのお医者さんっていうのは学校で栄養学って学ばないんですね、医学部って。ですから自分で、卒業、在学中も含めてなんですけど、自分で学ぶつもりがなければこの辺わからないと思います。その辺はね、わざと医学部で教えないのかもしれないんですけどね。で、アラキドン酸ものはそのものは免疫反応のトリガーとなる、もう本当に重要なもので、取らなければいけない。でも、普通に食べてれば普通にオーバー、
いつも言ってますけど、1日3食食べてれば間違いなくオーバーします。はい、その上で、調理法が炒める、揚げるといった方向に、偏ると、超過剰になります。で、その上で、加工食品、お菓子含めてなんですけれども、食べる習慣がある方なら超過剰になります。はい、で、外食で揚げ物をよく食べるんだったら超過剰になりますので、はい。で、その、炎症反応ですね、炎症反応、免疫反応イコール炎症反応なんですけれども、とにかく免疫反応が起きると、私たちはその、免疫反応が起きた時に交感神経が緊張すると。で、交感神経が緊張すると、その程度に応じてこの、アドレナリン、不安恐怖ですね、ノルアドレナリン、怒りイライラというホルモンの分泌量が増えます。緊張、交感神経が緊張すればするほど、この辺がいっぱい出てくる、分泌されるので、それで生理前になると、イライラとか不安とか抑うつといった症状が出てくるんですね。ね、わかりますよね。もう一回この子宮内膜が脱落するときにのきっかけがこのアラキドン酸カスケードなので、生理前になってくると、その子宮内膜の脱落のためにこのアラキドン酸カスケードというのが徐々に活性化されてくる。で、その時にこの交感神経の緊張というものが起きるので、この量が増えると。で、当然子宮内にアラキドン酸がたくさんあればあるほど、その子宮の炎症がひどくなりますので、当然このアドレナリン、ノルアドレナリンの分泌量が増えることになります。で、これがね、で、炎症が起きるとそれに生じ、むくみを伴うことになりますから、手足のむくみや、それが重力で集まって、生じているということになります。で、こちらの論文では一応生活習慣のこともね、ちょっと調べてくれてるんですけど、この2番と3番が何かと言いますと、2番は朝食を抜かない3番はレトルト食品やインスタント食品はほとんど食べないっていう質問なんですけど、それでも、こちらが PMS の人なんですけど、約 37% の人たちがレトルト食品とかはほとんど食べない、と言っています。で、非受診者群、PMS っていうことではない、病院にはかかってないっていう人たちは 23% で、2番朝食は抜かないっていう人は、こちらが 72%、非受診者群も 71% なんで、ほとんど変わらないですよね。だから逆に言えば、朝食抜かないっていうのは本当は抜いた方がいいので、約3割の人がそれでもいい習慣をやってると。で、生活習慣3、レトルト食品なんかは約、7割の人は、7割以上か、7割程度の方はやっぱり普通に使っているということですよね。だからやっぱ調査の仕方がすごいあれですよね、甘いですよね。何度も言いますけど、このアラキドン酸カスケードということを前提にするならば、もうそのオメガ6の重要な摂取源であるサラダ油の使用とか、あとは調理方法ですよね、炒める揚げる料理は週に何回ぐらい作りますかみたいなものとか、あとドレッシングとかマヨネーズとかマーガリンは使いますかっていう質問をしなきゃいけないってことは容易に想像できる研究者なら、でもそういう研究はしたら多分ダメなんでしょうね。はい、とにかくそういうことが多いという話ですね。で、あとは女子大学生の大学で調査をしてくれているんですけれども、PMS と PMDD、こっち側の月経前の気分の障害のことを PMDD というみたいですね。で、これも見ていただければ分かりますけど、102人のうちのこういう数字なんですね。抑うつ、不安、涙もろくなる、イライラする、それのこの
あったととても強くあったっていうのを比較する、合計してパーセンテージ出すと、抑うつが13.7、不安が14.7、悲しくなるが14.7、イライラ31.3%ですからね。で、疲れやすくなる人も36%、3人に1人以上ですね。で、身体症状が何らかの、症状がある人が、半分以上という結果ですね。で、特にこのイライラっていうのは、あったと、とても強くあった、とても強くあったが7人ということは、約6%。でも、どうなんでしょうね。あったって自分でイライラするって思ってて、程度がひどいかどうかなんて分からなくなりますからね。あくまでも相手がどういうふうに取るかって話になってくるので、本当に信じられないことで起こる方いらっしゃいますのでね、そういう方は自分が、クレームというかね、クレーマーみたいな感じになってるっていうのを自覚しませんのでね。で、今度はオメガ3脂肪酸からうつ不安に、アプローチするということで、うつ病患者では健常者に、比して EPA と DHA が低値である。もうこれ分かってるんですよ。これは集残期うつ病者を対象にした観察研究でも確認されていると。うつ病者の末梢血中オメガ3系脂肪酸が少ないのであれば、それを補うことでうつ病治療に有効かもしれないと考えた研究者によって、臨床試験が実施されたと。これ2020年の論文ですからね。2016年に発表されたメタアナリシスでは、6665名がオメガ3系、脂肪酸群に、4373名がプラセボ群に割り付けられていた。主な結果として、厳格な診断基準に基づくうつ病に対し、EPA 含量50%超のオメガ3系脂肪酸が投与された場合に有効。ね。で、こっちがいつも言ってますけど、GHA 中心のオメガ3系脂肪酸は効果が得られにくい。そして、うつ病が重症であるほど効果も大きいことが示された。ということで、いつも言ってますけど、当社のラケシスは、こういう類のことをちゃんと考えて配合されております。で、皆さんが、何も考えずに、もっと安いやつ買おうって言って買ったやつは、おそらくこういうことになってると。ですから、もともとオメガ6を、減らした上でないと効かないんですね。減らした上で効かない、でないと効かない上で、処方の内容によって 全然効かないということを改めて強調しておきます。で、2019年に発表されたこととして、純度100%の EPA と純度60%以上の EPA で、EPA 量が1グラムパーあ1日1グラムか以下のオメガ3系脂肪酸がプラセボに比して有効であるという結果が報告されたと。ね。で、日本はね、こういう、国立病院とか民間さ、あ、国立病院とかあが12週間臨床試験に参加したけど、有効性を示すことができなかったと言ってるんですが、もうこういうところ、例えば大学病院で入院していてもね、わかるでしょ？病院で出される、なんて、給食って言わない？なんて言うんですか？ご飯。ご飯が、揚げ物とか平気で出すじゃないですか。ね。だから、絶対、効かないようにしてるんです。で、この、ほら、埼玉県の民間産院では、オメガ3系脂肪酸のうつ病症状改善効果が示唆された。っていうふうに言ってくれてるじゃないですか。だから、私もこういう情報を、出し始めたのはもう、だいぶ前ですよね。10年以上前ですから、結構、勉強熱心な方は、お医者さんも含めてね、お医者さんからの、資料請求、お医者さんって言っても、個人の病院の先生は、名乗らないんですけど、勤務医の先生で、前向きな方は、勤務医です、みたいなことを書いてくださってるんで、
だからそういう方々が資料請求してくださってますんでね、だからまあそういう方々はも含めて、結構こういう類の、まあ、サラダ油とか揚げ物この間食べちゃダメだよってことを民間の産院だからこそ、ちゃんと、妊婦さんにお伝えしてるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。でこちらはまた別のやつなんですけれども、1日に 57g 魚介類を食べる群と比較して1日に 111g 食べる群ではうつ病のリスクの低下が認められた、EPA を1日 200ml 摂取する群と比較して1日 307mg 摂取する群、またDPA を1日に 67mg 摂取する群と比較して1日 123mg 摂取する群でうつ病リスクの低下が認められたと。まあ、ということで、抑うつとイライラ不安、オメガ6が過剰かつオメガ3不足が原因だということがお分かりいただけたと思います。まあ、とにかくですね、イメージとしてはこういうことなんです。オメガ6過剰だと畑が荒れ放題となる。畑が荒れ放題になったら生理痛がひどくなるのも自然でしょうし、妊娠しづらくなることもね、誰でも容易に想像できると思います。まあそれを、改善していくことが冒頭でご紹介した不妊や早産とか妊娠うつ、産後うつ、虐待、まあこういった問題とか、子供さんのことで言うならば子供の夜泣き、ぐずる、まあ発達障害、そういった類のことのリスクを大幅に低下させることになりますので、まあ基本はちゃんと、まあこのそうですね、3番までをやっていただければリスクを軽減するどころか、できれば4番目だな、できれば4番目までやっていただければリスクを軽減するどころか、生まれてきた子供が他のうちの子供と違うのがすぐ分かると思います。だいたい10ヶ月で、うちのお客様の子供たち、その場の空気読み取りますから、これ嘘じゃないですよ。うちの孫10ヶ月の時に結婚式、だからおじさんの結婚式に出たんですよね。そうした時にね、周りの人たちが入場の時拍手すると拍手手してもうものすごいニコニコして拍手したりとかね、その時の空気全部読んでましたよ。そのビデオ残ってますから、はい。まあそういうことにつながりますので、ぜひ、こういうことを、まあ、お嬢さんたちにお伝えいただいて、一日も早く本当、ね、健康かつ、穏やかで明るい気持ちを取り戻すきっかけとしていただけると嬉しいです。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。